願いします。はい、なんと今度は今年は舞台で、はい、うんはい、ご一緒してもらうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい楽しみなんです、うんうん、あまりああいうお笑いとかコントっぽい舞台は初めてですか？やったことないですね。ないですか？うん、でも私生まれて初めてコントっていうのに出たのは、うん、加トちゃんケンちゃんで、おすごい。そう、全集合がちょうど終わる年にデビューをしたので、そこは出たことがないんですけど。そうか、はい、今度コントもあってまたお芝居もありますからね、うん、いや話そんな詳しく話してない。ケア薄いとかなんか言ってなかった？そんなこと言ってないけど、ヨコ、うん、ちゃん別にケア気にしないだろ別にね。うん、全然。あ、もしね、よかった。ヨコ、はい。あ、お父さんちょっと隠れて。はい、あた、ちょっと入っていいか？はい、どうぞ。入るぞ。はい、うん、あのな、はい、父さんの桃引きどこへしまった？桃引き？うん、タンスの中なかった？タンスの中入ってるのか？あ、父さんタンスの中見てなかった？ごめんごめんごめん、きっと入ってる、うん。あのポスターができましたって言って初めてポスターを学校の先生に持って行って貼ってほしい、この曲を聴いてほしいって本当に心から思えた。なるほどね、うん、それでも大きなきっかけだね。でもね、そこは本当に転機でした。うん、やっぱ好きになるってことだな。もう好きっていう気持ちのもう原動力すごいです、ね、うん、あの勢いでやってる時よりもなんかうんってちょっと深みがあるっぽいものをもうできるかなって気がするよね。そういうのを重ねて優しい全然集まんないじゃねえか。もう逆サイドに私から離れよう離れようとしてるじゃん。誰一人いるよみんな。待って、ビスタが勘違いされるじゃん